牛乳パックでブンブンゴマを作ってみましょう。1メートルぐらいに切ったタコ糸の先を水のりで固めておきます。切り開いて乾かした牛乳パックをこんな風に切っていきます。ちょうど真ん中に印をつけます。線に沿って2つに切りましょう。さらにそれを半分に切ります。のりしろの部分を剥がしてください。白い方を外にして折ったら2つを噛み合わせるようにして挟み込みます。クリップで留めたらはみ出したところを切っていきましょう。周りをテープで留めます。対角線を引き、真ん中の交わるところに5ミリずつ幅を空けて、ですから1センチですね、印をつけます。チェス型の押しピンで小さな穴をぐっと開けます。下にカッターマットなどを引いておきましょう。目打ちか切りなどで穴を大きくします。好きな模様をペンなどで描きましょう。糸を通してから描くこともできます。名前を書くのも忘れずに。先ほど固めたタコ糸を差し込むとスッと入ります。同じ方から差し込んでください。2本まとめて縛ります。